こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、陰キャ教師のための学級作り術5選、こんなテーマでやっていきたいと思います。学校の先生にもいろんな先生がいます。陽キャの先生、明るくね、楽しい先生、そして陰キャの先生、ちょっと人付き合い、コミュニケーション苦手だなっていう先生いたりするんですけれども、これ陰キャの先生ほど自分は学校の先生向いてないんじゃないかな、子供たちとの関わりも苦手だしっていうふうに思って思い悩んでしまうことがあるんですね。で、結果何するかっていうと、陽キャの先生の真似するけれどもうまくいかないわけですよ。で、もっとドツボにはまっていくってことがあるんですね。安心してください。陰キャの先生には陰キャの先生のやり方っていうのがあるんです。それでうまくいくことができるんです。これ証明済みです。なぜなら僕自身が陰キャ教師だったからっていうことですね。っていうと、何言ってんのお前、そんな仕事して今もまさにベラベラしゃべりまくってて何がお前陰キャだよって言われちゃうかもしれないんだけれども、実はそうじゃない、僕全然陽キャじゃないんですね。実際この動画を撮影する直前も妻に聞いたんですよ。俺って陽キャだと思う、俺って陰キャだと思う、どうって初めてそんな質問したんですけれども、あなたは全然陽キャじゃないよね、陽キャじゃないのに陽キャって見られるようなちょっとそんな人だよねって今ズバッと切られましたけれども、陰キャとこそ言われなかったけれども、絶対あなたは陽キャじゃないよねっていうふうに言われました。そんな宮沢でもちゃんと自分自身のこの性格に合ったやり方を大事にすることで学級経営できましたんで、陰キャ教師の皆さん安心してください。今日は陰キャの教師の生きる道5つ紹介していきたいと思いますんで、よければね最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。宮沢優衣教育研究所。さあやっていきましょうか。今日はね、陰キャによる陰キャのための陰キャの学級経営術ね、紹介していきたいと思います。5つね、やっていきましょう。まず1つ目です。もう無理して喋んないでください。もう連絡全部チャットで OK ですよってことですね。もう喋るなと、コミュニケーション苦手なんだから、そもそも喋る割合は減らしていけばいいっていうことですね。最近だったら例えば提出物とかいろんな連絡手段とかタブレットとか、そのチャット使ってできるじゃないですか。その割合をぐっと増やしていきましょう。言葉だとうまく喋れないんだけれども、文字にすると割とすっきり分かりやすく伝えることができるよねっていう先生結構いるんですよね。そんな先生はこのタブレット、アプリ、チャットを使っていきましょう。タブレットをなかなか使うことが難しいっていう先生におすすめなのは電子黒板ですね。このタブレットと電子黒板を連携させて、子どもたちへの連絡事項っていうのを常に電子黒板でこう写しておくっていうことですね。で、毎時間毎時間その書く内容とかっていうのを変えておくと、子どもたちがパッと見て、あ、次はこれ必要だよなとか、ここ行くんだよなっていうのがよく分かるので、陰キャ先生におすすめの指導法、その一つ目はですね、無理して喋らない、喋るのが苦手なんだったら喋らずに文字情報、チャットとか掲示板使いながらやっていきましょう。続いて2つ目でございます。これ自分から子どもたちにも喋りかけなくていいですけれども、あいうえおは駆使して子どもたちと関わっていきましょう。陰キャの先生って自分からこう話しかけるのちょっと苦手だったりするんですよね。何を話したらいいのかわからない。でも話聞くのはできるし、相槌打ったりこの反応はできるんだよって先生結構いると思うんですよ。それでいいんですよね。ただこの反応がいくつかバリエーションを持ってると、とっても子どもたちと話に花が咲いていくので、そこでおすすめなのがあいうえおですね。紹介していきます。まずあは、あー、納得してあげてください。これ驚きです。続いてうはですね、うーんってうなずいてあげてください。でえは、えって聞き直してあげてください。で最後はお、これは2つの意味がありまして、おーっていういいねっていうのと、あと合いの手ですね、おみたいな感じでね。話を聞くのが上手な先生っていうのは、無意識のうちにこのあいうえおを使ってるんですね。続いて陰キャ教師にぴったりな子どもたちへのアプローチ法、これはですね、無理しても外で遊ぶのやめてください、その代わりに一緒に読書してあげてくださいってことですね。これよく言われるんですよ。子どもたちと積極的に遊びましょうって書いてあるんだけれども、学校の先生によってはですね、外で遊ぶの好きじゃないんだっていう先生もいるわけですよ。で、子どもたちの中にもですね、外で遊ぶのあんま好きじゃないよっていう子供たちもいるわけですよ。実際僕外で遊ぶのあんまり好きじゃないんですよね。遊びできることならね、遊びたくないですよ。外でなんか暑いし汗かいてベタベタになるし、なんか嫌なんですよ僕あんまりね。でどうしていたかっていうと、時にですね、子供たちと一緒に図書室行こうって言って、一緒に図書室行って、でクーラーとか効いてて涼しいし、なんか静かじゃないですか。で子供とちょっと隣同士で一緒に本とか読んで、特に喋ることもないんですよ。でお互いに本読みながら、あ、もうすぐチャイムだね、じゃあ帰ろうか、
なんと幸せでしょう。こういう時間があってもいいんですね。子供に対して本を読んでいる他人の姿を見せてあげるっていうのは結構いい影響も生むんですね。子供たち結構チラチラ見て、あ、先生も本読んでる、一体何の本読んでるんだろう、難しそうな本だなって、これね、興味津々、いい影響を与えることができるんですね。他人の本を読む姿を意図的に見せてあげるって、これめちゃめちゃおすすめでございます。続いて、インカ教師の生きる道その4、これはですね、無言でいいから外で遊びに行きましょうということですね。まあさっきね、学校の中で子どもたちと一緒にね、こう読書をしていくっていうのもいいんじゃないですかってお話しはしましたけれども、やっぱり外で遊ぶのが好きな子どもたちでもいるし、その子どもたちと関わっていきたいじゃないですか。だからまあたまにね、外でも行くかっていうふうに学校の先生も思うわけなんですよね。でもこの時に外に出るとですね、すでにお若い先生とか元気な先生が外で遊んでいて、うわーとかギャハハハハハとかってすごい派手なパフォーマンスで、オーバーなリアクションで笑顔満面の笑みでこう子どもたちと一緒に遊んでるわけです。でその姿を見て陰キャ教師はこう思うわけですよ。俺には無理だって僕は思うんだけれども、俺には無理なんですよ。あんな風に子供たちと一緒に遊ぶことはできないわけです。この時にどうするかっていうと、もう無言でいいです。派手なパフォーマンスをする必要はありません。鬼ごっこだったら無言で追いかけてくださいって。もう追いかけられるんだったら無言で逃げてください。ドッジボールするんだったら無言で投げてください。無言でキャッチしてください。無言で避けてください。それで全然いいんですよ。子供たちっていうのは実は派手なパフォーマンスが好きというよりは、自分たちのクラスの先生が一緒に遊んでくれている、この場に一緒にいてくれてるっていう、それだけで嬉しいんですよね。なので無理して派手なパフォーマンスする必要全然ありません。陰キャには陰キャの遊び方っていうのがあるんです。よければ参考にしてみてください。さあ、早いですね、もう最後になっちゃいました。5つ目でございます。陰キャ教師の子どもたちのアプローチ術、その5つ目はですね、これはですね、自分のオタク気質をちょっとオープンにするっていうことですね。まあ、陰キャ、人付き合いが苦手な人はですね、結構割と独自の世界観を持ってる人がいて、あんまり他の人には共感されないけれども、実は私これ好きなんだよねっていうのは1つ2つ3つ持ってることが割と多かったりするんですよね。でも他の人には共感されないっていうふうに思ってるから、あんまりこう外に開示、オープンにしないんですよ。うちに秘めと言っちゃってるんですね。同じ子供が実はいるんですよ、クラスの中に1人2人。例えば二次元のね、アニメが好きとか、ボカロの音楽が好きとか、そうだな、日本全国の鉄道駅路線が好きとか、時刻表を覚えるのが好きとか、結構いろいろね、そういう先生もいるし、子供もいたりするんですよね。でこれをオープンにすることによって、たった1人2人かもしれないけれども、ズキューンとその子供の心を射抜くことができる。これはむしろ陽キャの先生にはできないアプローチ方法でもあるんですよね。というとですね、必ずこんな質問が返ってきます。学級経営をするんだから、みんなと仲良くしなきゃいけないでしょ、そんな1人の子供とつながったってしょうがなくないですかっていうふうに言われるんだけれども、これ全然そんなことないですね。学級経営っていうのは子供たち全体に指導する方法もあれば、一人の子供とつながっていく、そしてそれを結果的に拡散させていくっていう方法もあったりするんですね。今お話ししたのがまさに後者の例です。つまり、例えば時刻表大好きな担任と時刻表大好きな子供がいたとして、ここで話がめちゃめちゃあって、太いパイプができたとするじゃないですか。その太いパイプができて、和気あいあいとコミュニケーション取ってる姿を周りの子供が見ることによって、あ、何の話してるんだろう、面白そうだなって寄ってくるんですよ。寄ってくることによって、周りの子供とのコミュニケーション量も自然と増えてきたりするんですよね。結果、いろんな子供とのパイプが太くなってくるっていうことが実際あるんですね。この逆転の発想で、一人の子供とパイプを作ることによって、そこからパイプを派生させていくって学級経営方法もあるので、これ陰キャの先生にめちゃめちゃフィットするやり方なんですよね。なので、こんなの興味あるの自分だけなんだよななんていうふうに思わずにですね、ちょっと勇気出して子供たちに開示してみてください。はい、ありがとうございました。今日は陰キャ教師のための学級作り術5選、こんなテーマでお話をさせていただきましたけれども、やっぱり子供がいろんな子供いるように、学校の先生もいろんな学校の先生いるんですね。でやっぱり陽キャの先生って目立つから、声が大きかったり表情豊かで派手なパフォーマンスで子供たちから人気があるように見えるんだけれども、その先生はその先生でいいところあるし、で自分には自分のやっぱいいところもあるんですよね。この先生あんまり派手じゃないんだけれども、なんかこの先生といたら一緒に落ち着くんだよなっていう、そういう子供たちもいっぱいいるんですよね。だから他の先生と比べることなく、自分は自分の良さを生かしていく、磨いていく、こういうマインドを持って学級経営やっていきましょう。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよっていうふうに思っていただけたら、よければいいね、コメントしていただけたら、とっても
ても嬉しいです。このように学級経営に関する動画1日1本配信しておりますから、ぜひお見逃しのないようにチャンネル登録もポチッとよろしくお願いいたします。最後一つお知らせさせてください。研究所メンバーシップというものを行っております。じゃん。ちょっと前の動画ですね、1年か2年ぐらい前の動画になるんですけれども、こんな動画配信させていただきました。類似性の法則っていうことですね。今日最後5つ目で紹介した、子どもたちにオープンしていきましょう、自分の特徴をオープンしていきましょうっていうふうにお話ししたんですけれども、実はこれ心理学のスキルを使ってるんですよね。類似性の法則というところで、人間は自分と相手が似ているところがあるとぐっとこう距離が縮まったような気がして、実際信頼関係構築していくことができるんですよね。もっと学んでみたいよって意欲や向上心のある陰キャ先生がおられましたら、よければ研究所メンバーシップにお越しください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。それではまた明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。When growing up, we used to have